セルジ・ロベルト・カルニセイは、スペイン・カタルーニャ州、デウス出身のサッカー選手。リーガー・エスパニョーラ FC ・バルセロナ所属。ポジションは、ディフェンダー、ミッドフィールダー。14歳の2006年に、タラゴナの下部組織から FC ・バルセロナの下部組織に入団。2009から2010シーズンより、バルサビーでプレイし始める。順調にバルサビーでの出場機会を得ると、 2010年11月10日のスペイン国王杯のセルタ戦にてトップチームデビューを果たす。また、同シーズンの4月27日に UEFA チャンピオンズリーグ準決勝のレアルマドリード戦にてビジャと交代でチャンピオンズリーグデビューするとともにクラシコデビューした。2010から2011シーズンのリーガーエスパニョーラ最終戦のマラが CEF 戦でフル出場し、 3から1の勝利に貢献した。こうした活躍もあり、2011年8月25日には2015年6月30日までの契約延長に合意している。2012から13シーズンのプレシーズンマッチにでもトップチームの一員として帯同し、特に2012年8月20日のガンペール杯ではゲームメイクを担当して MVP に輝く活躍をした。 2014から15シーズンではアンカーとしてもプレーした。2015から16シーズン第2節のマラガ CF 戦は本職ではないサイドバックとして先発出場。9月29日の UCL グループリーグ第2節バイエルレーバー空前戦ではインサイドハーフとして途中出場して貴重な同点ゴールを挙げた。第12節のレアルマドリード戦はウングとしてプレーし、 第19節のグラナダ CF ではセルフィオブスケツの代わりにアンカーとしてプレーするなど最終的に7つのポジションをこなしユーティリティープレイヤーとして存在感を発揮した。2016から17シーズンはダニエウ・アウベスの対談により右サイドバックとしてレギュラーに定着した。第9節のバレンシア戦では一時的にセンターバックのポジションでもプレーした。 2017年3月8日、欧州 CL 決勝トーナメント1回戦、セカンド、レグのパリ・サンジェルマン戦では、決勝点となる6点目を決めて、劇的勝利に貢献した。2017から18シーズンにエルネスト・バルベルデが、監督に就任すると、右サイドバックのポジションで安定する。ネルソン・セメドと競合する中、30試合に出場する、一方で、 A メディアからは守備力に問題があることを指摘している。2018年1月19日、FC バルセロナと2022年6月30日までの契約延長で合意に達した。契約解除金は5億ユーロになる。2009年の10月に、FIFAU-17 ワールドカップ、ナイジェリア大会に参加し、決勝トーナメント1回戦のブルキナファソ戦にて、ハットトリックを達成した。 同大会では開催国のナイジェリアに準決勝にて、敗れるも3位入賞を果たす。2016年3月18日、国際親善試合でイタリア代表とルーマニア代表戦に挑むスペイン代表のメンバーに初招集され、3月27日のルーマニア代表戦で代表デビューを飾った。9月5日のリヒテンシュタイン代表戦で代表初ゴールを決めた。 2018FIFA ワールドカップの代表メンバーからは、外れた。ありがとうございます。